みともラジオ。はい、この番組は、この杉並の猫屋敷からお送りしております。どんな番組かと言いますと、友達のいないこの僕がね、友達のいるこのみとものお話を聞いていこうと、そういう番組でございまして、あと吉田剛さんがね、プロインタビュアーの吉田剛さんがね、質問されてるんですよ。それに答えちゃってるんで、それを覗き見るのと、あとハリウッドザコシショウのねでたらめな回答にマジレスをするのと、ネゴシックスの狂った回答を、覗き見るっていうね、あとはミートモのお話を聞いていく、そういう番組になっておりますけども、声がね出ないんですよ。なぜかというとね、朝から、代々木で行われていたエコなんとかなんとかね、電波組が出ていました。アコースティックライブをしていましたので、そんなにギヤギヤ騒ぐことはなかったんです。朝からでしたけど、そんなにギヤギヤ騒ぐことはなかったです、電波組を見た後、本当はね朝早いんでやめようかなと思ってたんですけど、それでもやっぱ行っちゃいました。電波組見たさ、行っちゃいました。すごくかっこよかったです。電波組が本当にかっこよかったね。可愛いとかね、そういうなんかアイドルを見る感じじゃないです。一アーティストとして本当にかっこよかった。これだけは言わせてください。本当にかっこよかったね。その後すぐね吉祥寺に行きまして、ピカリン様のね、リリーベがありましたので、順番に行きましょうか。順番にね、3回アップ、1回目こちらね、いちごパンティを買ってこいというミッションがありましてね昨日は西松屋に行ったわけですよ。で、これ2枚目ね、今回はね、どの写真も良かった。全部写メに塗ったんですね。ワイルドだろう、ね、見えますか？見えなくてもいいです。ツイートを探っていただければ見えますから。可愛いんですよ、ピカリンが、ライブも全部かっこよかった。3枚目がね、こういつもポーズ悩むんですよね。散々撮ってますから、そんなっていうほども撮ってないですけどね。あご食いがあって、パンツ泥棒があったんでね、壁ドンをやってもらいました。壁ドンがやべち一番良かったねというのも前に撮ってもらった写真を引き伸ばしてですね、私物サインでね、私物サインに何を持っていこうかと思って、この引き伸ばした写真にしたんですね。汐留の時です。これがねいいんですよ、この表情が。原田専門家ね、食っちゃうぞ原専のへそちらね、もうたまんないっすよね。もう早く魔界 T シャツが欲しい。これをね、すごく可愛い可愛いとピカリン様がいただいたので、あともう一枚写真です。これは特典の写真です、こんなことしてね、朝から昼からずっとこれで、ピカリン様のライブで1回目でもうすでに声が飛ばしてしまいまして、こんな声になっておる次第なんですけども、まあお聞き苦しいでしょうから、さっさとやりましょうか。その前に一つだけ言わせてください。遠いあの頃のサイケデリックサウンドやリバプールサウンド、何でした？どこ行っちゃったんでござんしょうがねえじゃないですよ。一つ言わしてくださいね。誰これってね、一つ言わしておごんなさい。遠い遠いあの頃もういいっつってね、本当に本当に一つだけ言わせてください。ちょっと日に焼けたでしょ。違うそれは全然だってずっと外だったんだから、電波組の時朝早く並ばされてそういうあれじゃないですかね。朝から並んでお昼までライブやったんですけど、それでちょっと日に焼けたんですよ。それが言いたいんじゃないですか。ちょっと言わしておごんなさいよ、ね、遠いあの子、もう本当にもういいってね。そうこのね、僕の LINE スタンプのね、僕の絵なんですね。まあ自画像ですわ。これもう僕が着てるから、こいつどんだけ自分好きやねんみたいな、バカなんじゃないのね。アニメのヒーローでもヒーローは着ないか。ゴリライモね、アニメでゴリライモでさえ5で止めているぞと、不動明でさえイニシャルの A で止めているのにね、まあロゴ T 着るのは それがあったんですよ。話せるの自分の荷が着てるやつがいますかってね、そういうボケなんです。それはどうでもいいんですよ。 T シャツの説明は。この T シャツがね、かわいいと大評判でした。あの椎名ピカリン様がですよ、ね、ポップティーンで6年間、トップモデルを務めキャラで今だモデルとして出ているあのピカリン様がですよ、これが可愛いというわけですよね。そんなこと言われたらもうプレゼントするしかないでしょね。だから次会う時にはね、T シャツ持っていきます約束しましたから、そんなこと、しておりましたね。本当にピカリンに出会えてってね、そういうもん僕が一方的に知ってね、また一つ世界が魔界という世界を知ってね、視野が広がった。素晴らしかったですね。どうもご清聴ありがとうございます。今日は終わりいいですか、これね。ね、やりましょうか、とりあえずね。53チェックだけさせてください。53に粘着してます。53チェック。一人聞きます。なんだチミはって。こんばんは。なんだろう、声が出ないんだ、とりあえず。シャスから直接聞いたんだけど、シャスは僕のいいところは。聞いてください、いいところですよ。ビートもラジオでステッカー差し上げますっておっしゃってご自分で笑っておられるところです。作詞でね、いいじゃないですか。イプシロン、積分。出たね、イプシロン。つられてゲラゲラ笑ってしまいました。これでもイプシロン積分って言いやがってるみたいです。人が言ってもあげちゃうよ。ね、ステッカー、ね、差し上げます。ね、よかったですね。イプシロン積分が出るとステッカーが1枚。サンキュー。今日は声が出なくて本当に。うわ、本当に嬉しい。ありがたき。いやいや、言わへんのかーい。こういうベタなこともできるんですよ。ね、NSC に行くとそういうベタなことができるんですよ。何ですか。そういえばこの前着替えた時にこんな写真を撮ってもらいましたよね。何やだ、2個ぐらい前のやつ。しょこたんやないの。なんだよ、ね、素敵な写真なのでフレンドにも見せたいんですけど、ね、見せて着替えた時の写真しか出ねえよな。いいよ、ありがとうございます。ね、何かコメントはありますか。これ写真をよく見てもらうと分かると思うんですけども、この写真は見えねえじゃねえか。この写真はですね、ギザピンク解放ですねの写真なんですよ。ショコタンショートになってます。かわゆすなあ、かわゆすよいくしろん。積分。出た。いくしろん全部ステッカー差し上げます。よかったね。誰にあげるのこれ。どこに行くの。ですね。いい感じだと思います。この猫欲しい。はい。じゃあ本当今日喉やっちまったんでね。無視しましょう。ゴさん、助けてゴ、猫の頭が戻ってますよ。1回目のね、ライブで、そんな声張り上げた覚えないですけど、いつもの感じでやってたんですけどね、2回目にもう声出なかったんですよね。だからこう、写真撮ったり、サインもらったりするでしょう。その時にこう、いろいろ話したいことがあったんですけど、こんな声だからもう何言ってんだかわかんねえの、本当に。この間見たピカリンの番組が、どうせ、あったからちょっと話さない。ピカリンの番組が、ね、横尾忠則さんのお皿を見つけて、ビームスジャパンで、かっこいいって言ってるのを見たんで、僕、横尾忠則さん好きでしょっていうのも、恵比寿義和さんが、吉田剛さん、横尾忠則さん好きで、こうグラフィックデザイナーになりたくて、それで看板屋に勤めて、グラフィックデザインってこんなんだったっけ言いながら看板を掛け替えながら、ね、漫画家になったように、僕は好きなんですよ、本当に横尾忠則さんっていう話をこう短い時間でできなかったんですよね。なんとも今度お手紙にしたためて、夜勤でも持っていかせますからね、電車バトでもいいです。ゴーさん行きましょう。どうもです。どうもです。ちなみに僕、最近インターネット上で見た動画の松村邦弘さんによる、上がってんの？吉田豪を同喝し彼の謝罪するビート、たけしのモノマネ。これ見ましょう。探してみますね。探してみます。もう消されたかな。痛いね、すごい探してみます。もう消されたかしら。この事件があったからね、本当にステッカーあげますね。本当にこの事件があったからね、僕は吉田剛さんに粘着するようになったんですよ。陣内から先に聞いてたからね。それですごく郷さんの挙動をねずっと追ってたの、12月の頭から。だから今こうしてね粘着しているわけなんですよね。あとね、ネットで誰かのツイートで見たんですけどね、雑すぎる陣内の郷さんの恫喝事件のモノマネがひどいみたいなね、見ましたね。僕が初めて買った任天堂の商品はゲームロッチが買えなかったから花札。なるほどね。ファミコンは四角ボタン時代に買いました。もう初期型ですわ。ね。ゴムでできてるから連打すると挟まっちゃう。トランプじゃなくて、トランプも出してるんですよ、任天堂。トランプじゃなく花札なところが渋い。オリジナルのやつ作れるんですよ。確かまだ作れると思いますよ、任天堂でね。そういえば原田専門家が初めて買った任天堂の商品って何でしたか？ドンキーコングジュニアの兄弟あるある出ました。ドンキーコング JR の LSI ゲームでしたが、兄弟で与えられたけど実質兄のものでした。そう、なかなか通なチョイスです。通でしょ。こうなんていうんですかね、こうゲーセンみたいな感じのやつであったんですけどね。それでも兄貴がほとんど持ってましたね。はい、どうもでした。ね、そんなところだけ勘弁してもらっていいですか？誰かザコシだけ1個いきましょうか。本当に声が出ない。12やし。ガシ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 。早送りし。えい。ちなみに、私の結婚相手の条件はお寺。いいね。なんです。それいいね。なかなかしてもらえないよ。本当に。サンキュー。ね、いい条件だ。なかなかしてもらえませんよ。いい条件ですが。なかなかしてもらえませんからな。今日は1個にしちゃう。もう1個聞いちゃ私のマイフェイバリットゲームは、足の親指の爪の隅の粉の吸引が覚醒なりまくり連行。出た。3で、逮捕の冒険と。おお、冒険島か。高橋名人やった、聞いたこと。3級。高橋名人だったら聞いたことあるのに、もしかしてそれのことかな？だから、足の親指の爪の隅の粉の吸引、バカくせ決まり。バカくせ決まりまくり現行犯で逮捕のが高橋名人ってこと？よくわからんけどそういうことなんでしょうかね。今日はもう勘弁してください。ところで、歴史上人類が達成したことの中で原田専門家が最高だと思うものは何ですか？歴史上人類が達成したことの中で人類が達成、月面着陸。あ、イプシロン出ませんでした。月面車着陸ぞ。車になってるよ。あれ以来そんなに頻繁にやってないし、やっぱりすごいことやろね。月面着陸ね、車いらんからでした。まさに移動中の偉業ですよね。なんで車が入ったの？バイバイ。おじゃんした。アデュ。今日はもう猫ちゃんスルーしていいですか？応援カバー一言聞いて追い返しましょう。おい。お邪魔したら。してるよもう。あんまり喋らすな。声が出とらんて。そういえば俺何喋らすなこの野郎。異性のどこが理解できないかっていうと。女心が分かってないねと。お前こそ男心分からねえだろ。おお、なるほどな。ですね。売り言葉に買い言葉って、やかましいこの野郎。サンキュー。鼻水がでした。売り言葉に買い言葉ね。よく言った。買ってやろうじゃねえかっつって。売り言葉に買い言葉やね。買ってこいこの野郎。イプシロン。ところで、原田専門家の理想の初デートってどんな感じでしょうか？なんか答えてないの？初デートね。やっぱり初デートは、海の見える丘で、これですわ。観覧車で徐々に乳くり寄っちゃったりなんかしちゃったりなんかしてみたいな。イプシロン、積分。なんでですか？ロマンチックですね。ロマンチックでしょ。どこがだよ。ね。あ、ステッカーいっときますね。よかったよかった。ではまた来世。おう。ちょっと待って。またいじゃん。輪廻しちゃう。そんなところです。今日はじゃあ喋れないんでお写真を見せますね。お写真のコーナーです。じゃあ順番にはいビカリー様に告知されているよ僕がギャーね。はい。じゃあ次これね、ピカリンのパンツを返せね。これは僕がミートモが僕に言ってるんですよね。わかります？はい、ドーンね。これね、よく見るとミートモがピカリンを押してるんですよね。だから悪いのこのミートモなんですよ。猫かもしんないね。これほんとかわいいね。僕のこのイラストがピカリンちゃんの胸にね当たってますよ。参っちゃったね。はい、じゃあ今日はそんなところでいいですかね。歌もなしで。歌えない。チャンネル登録をしてください。チャンネル登録をしてください。知ってる人ばかり情けで登録しているよ。ボタンを押すだけで簡単に登録できるのに、チャンネル登録をしてください。チャンネル登録をしてください。うわ、声があれ声出ねえし、目開かねえし。